浅川さん、今日は不気味な背景の場所ですね。うん、今日は本当にあった幽霊の話をするからね。幽霊？一体どこでそんなものを見たんですか？深夜の2時に私の部屋で寝てる時に見たんだよ。寝てる時といってもちょうど金縛りがあっててさ。金縛り？そう、その時に2体の幽霊が正座をして私の隣に座っていたんだよね。うん、しかも2体ともものすごい速さでお辞儀をしていてさ、普通の人間ではとても出せない速度、ちょうどビデオで2倍速ぐらいの速さだと思う。それぐらいの速さ。2倍速って、幽霊ってそんなに素早いんですか？肉体がないから素早いかもね。そして頭に三角形をつけて、少し緑色っぽかった。マジですか？マジだよ。私が金縛りになっている時、よく見るんだよね。そんな変なの。金縛りの時だから、もしかしたら、寝ぼけて夢なのかもしれないよね。そう。夢なのかもしれないから、私は金縛りを解いて立ち上がってみたんだよね。金縛りって解けるものなんですか？動けないけど、渾身の力で無理やり起き上がろうとすれば、なんとか解けるもんだよ、金縛りは。そうなんだ。それで立ち上がってみたんだけど、やっぱりいるんだよね。二体とも幽霊が。立ち上がってしっかり見たから、私は思ったよ。ああ、幽霊っているんだなって。それでその2体の幽霊がお辞儀をしている角度が私ではなくて私の隣の何かにお辞儀をしていることに気づいたんだよね。うん。で、私の隣を見ても誰もいないのよ。怖くなった私は明かりをつけたの。それでどうなったの？それでその2体の幽霊は明かりをつけたら消えたわ。なるほど。それでその2体の幽霊は一体何のために現れたんだと思う？私にはわからないのよ。